ゆうとび、本日の動画こちらございます。重たいカメラの画期的な運び方ということで、早速運んでいきましょう。はい、ということで本日はカメラのね、運び方のね、お話をしていきたいなと思います。カメラめっちゃ重ない？カメラ重たすぎるんですよ。どう考えても重たいんですが、やっぱりね、持ち運びたい。写真はね、そのカメラでね、いっぱい撮りに行きたいんですけども、そのもうやっぱさ、カメラが重たすぎるので、なかなかね、こう運ぶのが億劫だなというね、方もね、いらっしゃると思うんですよ。でね、こういうとびもまあいろんなカメラバッグを試しました。で、ただ何回も失敗してきました。で、かつさ、そのカメラバッグでもさ、もうなんかゴリゴリゴツゴツの激渋のさ、プロが使うようなさ、カメラバッグは結構あるんですが、もっとこう、なんていうやろう、気軽にこう、おしゃれに普段通りのカバンを使ったりとか、そんなこともね、したい方多いと思うんですよ。ゆうとびもね、この大学生の時はそんなにカメラバッグそもそも買う余裕もなかったんで、普通のね、普段のこうトートバッグにいろいろこう工夫をしてカメラも持ち運べるようにしておりました。なので今回はですね、そのゆうとびが今まで培ってきた、やってきたそのカメラのね、画期的な運び方をね、お話ししていくと。で、それもね、ただの運び方をお伝えするというよりか、その時々に応じてね、ゆうとびのベストの運び方ってあったんで、それをね、順序立てて話していきます。なのでね、こう皆さんが今の現状の皆さんに当てはまる部分がね、2000何年のゆうとびの運び方と同じパターンがあると、どっかで絶対あると思うんで、ぜひね、どこかをね、盗んでいっていただきたいです。とりあえず、まあ今はね、このピークデザインのもカメラバッグで運んでるんですが、そもそもこれ当てはまる人もね、そんなに多くないと思うので、いっぱいね、ご紹介していきたらなと思います。ということで、早速まず大学生時代のゆうとびの持ち運び方から喋っていきましょう。はい、ということで、大学生のゆうとび一眼レフにハマり、ペンタックスの K5-2S をね、ずっと使っておりました。APS-C の割とこう小さくてコンパクトな一眼レフカメラですね。で、大学のね、多分2回生ぐらいからハマり出して一眼レフに。で、こう常にほんまにね、もう毎日ね、持ってないと落ち着かない体質になってしまったんですよ。授業行く時も、遊びに行く時も、バイト行く時も、絶対にもうカメラは絶対に持ち運びたいっていうね、感じになりました。ただその当時ね、こんなさ、3万円もするようなカメラバッグも買われへんし、かつこうやっぱこうね、いつも使ってるようなカバンも使いたいじゃないですか。で、そこで編み出したのがですね、インナーバッグですね。インナーバッグ、こういうね、インナーバッグを普通のなんかノースフェイスのなんか、まあ白いトートバッグとか、まあもっと小さい普通の、ほんまに普通のリュックの中に入れといたと。ほんでその中にカメラをいつでも入れとけるっていう風なね、運用をしました。で、このインナーバッグにもね、結構いろいろあるんですけども、選ぶべきはほんまに超シンプルで軽いやつを選んでほしいですね。ほんまにもうこのカバンの中にね、入れとくだけのもので、無駄にそのインナーケース自体にチャックとかもついてなくて大丈夫です。ほんまにただただほんまにクッションであれば何でもいいので、選ぶならほんまに軽いやつ、そういうのをね、選んでみてください。もうとにかくほんまに軽くてシンプルなやつを選んでおけば、普段使ってるお気に入りのなカバンでカメラも入れとける、かつ他のなんか筆記用具とか授業のなんかいろいろなものをね、入れとけるっていう風なね、運用をずっとしておりました。で、その流れでね、ゆうとびが買ったのがね、次これなんですよ。これは未だにね、一軍で使ってます。なんだかんだ一番長いこと使ってるカメラ入れちゃうかな、これが。これね、ドライクッションの L サイズです。 L サイズ、一応防水なんですね。防水である必要は別になかったんですよ。防水です。これ使う時が結構今でもあって、 YouTube の撮影とかじゃなくて、ほんまにこう普段の完全オフの遊びの日とかは、ここにね、カメラ1台ガポッと入れて、ほんでくるくるっと縛って、上でパチッと止めれるんですよね。一応ね、撮ってみたいな感じにもなりますと。ほんでこの中もね、結構こうクッション素材になってるんで、カメラ入れててもね、傷いく心配とかないんですね。結構ガシガシ使えます。全然これ動画に出てこへんから今まで紹介してこんかったけど、もう多分5、6年ぐらい使ってるわ。普段使いにはマジでぴったりの防水のね、カメラケースってやつですね。で、まあ、かつ一応ね、これやったらインナーケースにもなるんで、ほんでキャンプとかに持って行っても防水でね、安全なので、これは地味にめっちゃおすすめです。なんでこれ今まで紹介してこなかったやろってぐらいやけど、日常にありすぎて忘れとったわ、マジで。ヨドバシでもどこでもね、これ置いてると思いますね。ぜひ見に行ってみてください。ということで、次。はい、ということで次なんですけども、そのね、大学生のインナーケース時代から、ちょっと時代は進みね、ゆうとびはね、このカメラバッグを買おうという決めになってしまいまして、ただ、いろいろ買って全部失敗してます。今も全部使ってないです。とにかく重くてゴツめのやつを買って失敗しちゃいました。そしてその後たどり着いたのが、ピンクさんちょっと寝てるけど、まあまあこれなんですよね、これ。キャンプ用品店でね、見つけたやつなんですが、まあ言ったらね、これもインナーケースとして使ってます。とにかくインナーケースでね、ゆうとびは今までね、頑張ってやってまいりました。俺5人
アンキャンパーっていうとこのやつですね。割と軽めで、ほんでカパッと完全に開いてドンドンとねこう入れれるってやつなんですよ。クッションも結構分厚いです。これをですねミクさんが寝てるけどこのね普通のあのタラのリュックにね入れとったんですよ、インナーケースとして。ミクさんマジこのリュックめっちゃ好きやな。このリュックは多分もう見つからへんと思いますが、一応これですね、ナイジェルケーボンっていうね店で見つけました。まあ別にこれに関してはまあ何でもいいと思うんですが、結構大きめのねリュックにさっきのねインナーケースを入れてカメラも運べるっていうね風にねしておりました。ミクちょっとあんた可愛すぎへんか、俺寝たいな。ほんでねこれでまあ結構ね運用してたんですが、若干ねこれでもやっぱ重たいなっていうことでねゆうとび気づくんですね。そこで編み出したのがあいつですよ、あいつ。これちゃんとカメラギアのメーカーのねロープロですね、ロープロ。これの方がめっちゃ軽い。これはねほんまに今でもマジでおすすめ。クワッドガード TC ケースって書いてますね。これもほんまに超シンプル。ちなみにあの高沢圭介さんとのコラボの動画でもねこれはちょっとチラッと出てますよ。パカッと開いたら中がもうこんなにシンプルなやつです。でちょうどね EOS R5 に2470つけたシステムと EOS R5 に1535つけたシステムが2個ねちょうど入るんですよ。マジでジャストフィットで入る。まあ、逆に言えばそれ以外は入らん。でまあそれ2台がぴったりほんまにジャストフィットで入るんで、高さももう完璧だったんで、そしてこのケース自体めっちゃ軽いんで、インナーケースとして超ね優秀やったってやつですね。このねリュックに渡されてるこのリュックに入れて使うか、こっちのねミステリーランチに入れて使ってました。とにかくやっぱね好きなカバンを使いたかったんで、ユートビアねもうこういうねインナーケースで今までずっとやってたんですね。やっぱそのカメラもさ持ち出して撮影行く時もさ可愛いさバッグ使いたいじゃないですか。なミルク、ミルク、かわいいなあんた。ちょっとどんだけかわいいねん、どうなってんねんあんた。あこっち見てる、ゆうとびの顔見てる。はっはっは、かわいすぎる。かわいいな、ほんまにかわいいよねミルクなんて。はい、よしなにたろなにたろ、よしごめんまあなのでね結局はユートビアですね、もうミルクさんに YouTube やってもらおう。インナーケースをね今までね4つ使ってました、4つ。今もうこの手元にない普通のほんまに超シンプルなインナーケースを使ってたのと、その後にこのね未だにめちゃくちゃ使ってるこの白馬さんのドライクッション、そしてこれですね。これはちょっと重たいんであまりおすすめしませんが、オレロロロキャンパーってやつ、これはまあちょっとまあいいと思う。これは掴んでいいと思う、皆さんキャンプでは使ってますが未だに。ほんでこれはおすすめできるロープロ、このロープロかこの白馬のやつか、ほんまに超シンプルなインナーケース、その3パターンで皆さんが持ってるカメラにねどれが合うかをね検討してみてほしいなって感じですね。その辺のインナーケース使うパターンはこう日常使い、ほんまにこう気楽に撮影に行くときはこれでやってたりもしますけども、もうちょっとちゃんとねいろんな荷物持ち運びたいのときはこのリュック、よく動画でも出てくるこのねピークデザインのリュックを使ってるという感じですね。ほんでまあユートビアその後ね、あの今はあんまりもうリュックもインナーケースも全部もうめんどくさいなってなってしまって、重たいな邪魔やなってなってしまってるんで、ドリップさんと組んでねあのベストをね頑張って作ってる最中という流れでございます。もうなんかその構想からもうめちゃくちゃ時間経って、いつマジで発売できるのかはもう未だにちょっと不明ですが、ちょっととにかくさこだわりたいところがねいっぱいあるんで、ちょっとねその辺は許していただきたいなと思いますね。皆さんもう少々お待ちください。ということでこの動画、あ、かわいい、この動画尺は足りてるんでしょうか。まあでも伝えたいことはね伝えれたのでね、まあそんなもんですよね。はい、かわいすぎる。ということでもう喋ることないので、おるおる、なんかかわいい。はい、ということで本日はあのカメラのね持ち運びについての、ね、動画を話してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。結構ねやっぱりこうカメラバッグってねゴツゴツで重たくてね、あの、まあ、特に女性の方とかもねこんなんもう重たすぎて使われへんわっていうねことも多いと思うんですが、ユートビアねほんまに今までこうインナーケースでねいろいろやってきたので、インナーケースに関してはねほんまにいろんな方にね使っていただけるねこう結構画期的な方法ではないのかなと思います。画期的言うても結構インナーケースとして商品が販売されてる時点で全然画期的
でも何でもないやんっていうコメントはぜひお控えしていただきますと幸いです。またちなみにね、この辺のさ、白馬のドライクッションとかね、このロープロのこのなんちゃらかんちゃらっていうのはあんまりこうまだまだね知らない方もいらっしゃると思うので、ゆーとび的にはねほんまにおすすめできる商品なのでね、一度使ってみてはいかがでしょうか。まあカメラバッグもね使いたくないよっていう人にはね、こう軽いリュックに軽いインナーケースのね組み合わせが一番いいかなと思います。はい、ということでもう喋ることないので、終わりたいなと思います。ごめん嫌やったね、自分から入らんと嫌やね、入れられんのは嫌やねんな。以上、雨で何の動画撮ろうかなと迷った結果の動画でございました。さよなら、バイバーイ。